はい、ケナタンチャンネルことケナタンと言います。ということで今回は遊戯王のレガシーオブデストラクションを一箱購入してきましたので、開けていきたいと思います。今日診断のやつですね。で、プラスワンボーナスバッグが入ってますので最後に開けていきたいと思います。では開けていきたいと思います。はい、まあワンボックスなんでパパッと開けるのもなんか自分としてはつまらないんで、まあゆっくりと5枚ずつ開けていきたいと思いますね。まあ、これは最後にしておきます。で、まあ、これでシークレットが出ちゃえば、まあ、ちょっともう望みがないということであれですけど、多分だよね、多分そうだと思う、多分そうだと思う。公式が出てくれたらあれしてくれたらいいんですけど、ちょっと適当にシャッフルしていこう。さあ、では30パックかな、開けていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまず5パックずついきますね。絶望的にね、これがね下手なんですよ私。下手なんですよ。ぎこちない、ぎこちないよ。はい、じゃあサクッと上からいきますね。ガーゴイル、じゃあこいつだって言ってこよう。はい、レアありましたね。ライトロード。よいしょ。フリングアウト。マシマシュロン。マシュロン、あのマシュマロン、え違う、マシュマロンとかあったんで、なんかあの、うん、すごいよくない。スーパーレア出ましたね。セレトリーチェ、ワルモニカ、ワルモニカ。魔法使いとか。女の子レアは多分ね、女の子の公式がちょっと結構。やばそう。めっちゃすごいレア枠としてやってます。未来への沈黙。バルモニカ。バルモニカってなんか他になかったっけ？あれ、バルモニカってなんか。なんかさ。いや、この開封するのが楽しいんだよね。なんか、なんて言うんだろう。開封するのが、なんかワクワクするよね。さあ、何が出るかな。よし。あ、スーパーレア出ましたね。ゴールドプライド、アニヒレーター。そこ、スーパーワークはこっちのとこ。キクロス、クープレ、ライトロード、アウトラリア出ましたね。あと、アンティークギアダークゴーレム、ギアダークゴーレム、ウルトラリア。何かが出るかな。いやー、いいね。ちょっとここは見にくいかな。光源落とすか。どうしよう、ちょっと暗いけど、じゃあ行きます。
暗いな、やっぱり。開けよう。ぎこちなさが素晴らしい。じゃあサクッと、なんか出るかな、なんか出るかな。ウルトラディアが出ましたね。幻惑の実らないプレンティス、あ、幻想魔族っていうのが、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。バルモニカってなんかなかったっけかな。あ、シークレット出ましたね。ライカの大王が、大王か、シークレット出ましたね。リンクのってことはもう多分出ないってことになるので、え、じゃあ全部いっぺんに開封していこう。これで初めからこういう風にしとけって言われちゃったらこうだけどさ、今度からさ、いっぺんにこうやってやってからの方が良さそうだね。テンポが非常に悪い、俺の非常にテンポが悪いでさ。これがさ、うまくできないんで、私あやらかした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 。なんかレリーフが見えたし、なんかレリーフが見えたし、こっちの置いといて。じゃあまあ5分に行こう。行きますね。ちょっと炎が出た。ガンドラの破壊竜、ガンドラの炎が出た。これ炎だよね。炎出た。お、いいね。俺炎いいね。いいね。いいっすね。エレベントドラグーン。お、ちょっと俺嬉しいな。なんかハイトロード。ホワイトロード。お、光の黄金室のレリーフ。光の黄金室のレリーフ。いや、いいね。レリーフやっぱ、でも昔のレリーフのさ、あの彫りの深さは結構好きだったけどね。いいね。スーパーレア。メタトロニオか、メタトロニオスっていうスーパーレアが決まりだ。お、いいね。クレセントドラゴン。あ、クレセントドラゴン、俺こ、かっこいいよな、クレセントドラゴン。お、クレセントドラゴン俺結構好きなんだけど。
ああ、いいね。めっちゃイラストかっこいい。クレセントドラゴンめっちゃ好き、俺。スーパーリア。スネークアイス。センチュリオンアークシーのスーパーリア。お、現在のディアベルゼのウトレア。じゃあ、ってことでいい。最後のプラスワンボーナスで恐縮が出てくれたら嬉しいな。さあ、何が出るかなっと。なんか違うね、恐縮じゃないね。ってことでスーパーリアでした。ナイトミアスローンのスーパーリアでした。ってことでまた開封動画を上げていこうと思いますんで、まあ、今度はもうちょっと手際よく開けれたらいいなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。ちょっとこれは後で、コレクションにしておきますんで、はい、ではねー。